6月7日に行われたプロボクシングバンタム級3団体王座統一戦で5階級王者のノニト・ドネアを2ラウンド TKO で勝利し、日本人初となる3団体統一王者となった井上尚弥。日本人ボクサーの最高傑作と言われる井上は、日本のボクシング関係者だけではなく世界中の格闘技関係者からも称賛の声が上がってた。そんな中、あの平成のカリスマボクサーが井上尚弥選手について語った。今回は事の詳細とネット上の反応を中心にお届けいたします。日本の誇るモンスターがとんでもない快挙を成し遂げた。プロボクシングの WBA スーパー、 WBC、 IBF 世界バンタム級王者の井上尚弥が現地時間の6月10日に米国の老舗ボクシング専門誌ザ・リングのパウンド・フォー・パウンドで1位に選出された。パウンド・フォー・パウンドとは、世界のボクシング界では聖書と称され、最も権威のある同士が毎月更新し、階級を問わず世界最強ボクサーを決めるランキングのことを指す。このランキングで日本人ボクサーが1位に選ばれたのは史上初の偉業。他の米国の主要メディアでもそれぞれパウンド・フォー・パウンドは発表されているものの、歴史の古いザ・リング氏の同ランキングは別格で、世界のボクシング界では最も注目度が高い。例えば米国のスポーツ専門誌 ESPN でも独自のパウンド・フォー・パウンドを制定しており、1位は WBO 世界ウェルター級王者テレンス・クロフォードとなっており、井上はそれに次ぐ2位となっている。これまでリング氏の同ランキングで井上は2位が最高順位だったが、今回1位に選出されたことで、ついに日本人が誰も手にすることができなかった世界最強の称号を得たことになる。この偉業に具志堅用高さん、ガッツ石松さん、渡嘉敷勝雄さんや畠山貴教さんなど、日本の元世界王者ボクサーからも祝福の声が絶えない。そんな中、井上尚弥が今回の試合で手にした WBC バンタム級王座は、かつてなにわのジョーこと辰吉丈一郎さんが癌室などを乗り越えて3度ついた王座でもある。かつてその活躍でボクシング界に社会現象を巻き起こした平成のカリスマは、日本のスーパースターとなったモンスターの活躍をどう見ているのだろうか。しかし、このテーマを語るのに辰吉はかなり口が重かった。その理由は、かつて平成という時代を背負って称賛も批判も受けて走り続けてきたからこそ、他人のことを語ることをしてこなかった。それゆえ、辰吉から見える井上尚弥の姿は他の人とは違って映っているのだ。今回の試合に向けてドネアもすごい研究してきてたはず。だからいつもと違って戦い方が違ったのかなと。ただ尚弥くんも読んでいた。なぜあのドネアを相手にして2ラウンドで勝てたのか。努力もあるけど、尚弥くんは勝ち方を知っているんやな、とこの試合を分析する。もちろん井上尚弥がパンチ力、当て感、スピード、分析能力、そして年齢の面で上回っていたのも事実。それでもプロボクサーとしてはすでに引退しててもおかしくない39歳が、今をときめく若き強豪との戦いを望み、敵地へ乗り込んだドネアには深い関心を示してた。ドネアはフィリピンからベルトを持ってきて、それを守るために戦った。でも、取られた以上は敬意を持って渡す。ボクサーくらい嫌で、笑顔で渡せるなんて。負けて悔しいと思うよ。負けたのに笑顔で接するなんてと怒る人だっていると思う。でもそこは一生懸命頑張ってきた人間にしかわからん。どっちかが勝っても負けてもあの結果が全てだよ、と熱く語った辰吉は最後に声を大きくしてこう語る。だからこそこの試合はテレビでやるべきだった。彼らの勇姿を子供たちに見せたい。再放送でもやったらいいのに、とこの試合が地上波で放送されなかったことを残念がっていた。モンスターはこれからどこへ向かっていくのだろうか。そしてなぜ他の世界王者と比べて井上尚弥という選手はモンスターへと覚醒したのだろうか。なにわのジョーはこう分析する。それはシンプルに、
直也くんはチャンピオンになるために徹底的に準備をしてきた。それが他のチャンピオンとの大きな違い。その宿命を受け入れてコツコツ頑張ってきた地道な努力が結果に結びついただけ。覚悟があるかないか、それだけだよ、と対照的に見えるモンスターに共鳴するものを感じると語った。平成のカリスマからお墨付きをもらった令和のモンスターは次のステージへと進む。それは日本のみならず世界のボクシングの歴史を変えてしまうかもしれない戦いはまだまだ続く。ここからは今回のニュースを見たネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。辰吉もすごかったし、強くて魅力的だった。喧嘩が強くて闘争心も強い人がボクシングを目指すことが多かった時代だった頃と比べて、今は喧嘩は流行らないし、今も喧嘩してるような人物は努力なんかせずに楽していい思いをしたいという風潮だからね。今の時代は喧嘩とか闘争心とかじゃなくて、きつくて苦しいトレーニングを継続し、努力ができる人物がボクシングしているように思う。ただ喧嘩が強い過去があるだけじゃ通用しないんだろう。しかし辰吉さんは本当にいいコメントする。勝ち負けではなくお互い殴り合うのに、そこには憎しみはなく2ラウンドで倒した井上選手はすごいと思うが、ドネアが弱かったわけではない。かつて平成のボクシングを沸かせた浪速の女王の言葉だからこそ胸に響くものがあります。日本の長いボクシングの歴史においてモンスター井上選手だけはなぜここまで突出した存在なのか、その答えを教えてくれた辰吉さんの言葉は重いです。これは簡単にできることではありません。誰よりも長いことを苦労をし、いろんな挫折を繰り返しながら耐え忍んできたからこそ手にすることが許された栄光なのだと思います。辰吉さんもやろうと思えば圧倒的な力を見せつけて勝つことはできたのに、私たちを楽しませるためにノーガードで相手と打ち合ったりして盛り上げてくれました。だからこそその代償は大きかったのだと思います。しかし多くの日本人世界王者がいる中で、浪速の女王が記録よりも記憶に残ったのかは、辰吉さんが決めた覚悟に私たちは魅了されたからだと思います。ボクシングで表現する形こそ違いますが、モンスターも覚悟を決めて己の思い描くスターの道を間違いなく歩んでいます。非常に心の奥に響く辰吉さんのインタビューでした。